もう入ってますそういう風にねラブサタ315回目もうさっき今ねあさみさんの範囲入ったんじゃないかなと思っていろんな意味でもう入ってますんだった気がしたんだよね <laughs> それもそれで面白くていいんじゃない今日エンディングでね <laughs> 来週は本格的にっていう一言入れ忘れちゃったんだね。ッコになってたから、ね、本格的にがね。うん、みんな空気を読んでくれたかなと思ったんだけど、<laughs> みっちゃんに、ね、あと突っ込まれちゃったから、もう入ってるけどって。<laughs> おっしゃる通り。<laughs> もう梅雨入りはしております。うん、そうですね <laughs> えっと、い実はね、先週ね、はい、ラブサタっていうのが来てなくてね、はい、またあの回数を調べるっていう、久しぶりの作業をしたんだよね。<laughs> そうでした <laughs> まあそれはいいんですが、はいえー、みっちゃんさみさんラブサタリスナーの皆様こんにちは先週のラブサタまたまた名言いただきましたネギニラセボーン <laughs> ブラサタでもゼロゼロセボーン <laughs> <laughs> 今月は1月以外でも名言連発ですね、はいうん、嬉しい限りです、うん、ゼロゼロいいねっていうことでうですゼロゼロいつかってみたいなことでしょ <laughs> 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 さて最近テーマ決めに苦労されてるお二人これは快速遊びの提案ですが、うんはい、前にやったテーマを再度やってもいいのではないでしょうか、うん 新しいリスナー様もかなり増えましたし前にやったテーマでも「ぶらさたリスナー」の皆様はちゃんと内容を重複しないように送ってきていただけると思いますが、はい、放送も5年を超えればテーマもなくなってきます、うん、数年前はリスナー様も少なかったので当時のテーマをもう一度やっても前回を超える内容が来ると思います、うん、あとどうしてもテーマ決めが難航する場合は2ヶ月に1回くらいはテーマフリーでもいいかと、うん、長く続けるにはある程度余裕がないと続かないと思います ぜひご一行ということでありがとうございます。まあ,まあ確かにそうだね。ねなんか昔のテーマを使ったとしても、うん、そうだね。うん、また違った今度その間にね起こってることもあるしね。うん そうですね。そうなんだよね。でもなんかこうね、うん、ちょっと、ちょっとね、うん、ちょっと変化球がふしくなっちゃう。<laughs> そうなんですよ。そういうなんか性分みたいなね、<laughs> 私が。そうだね。うん、<laughs> 私が。あれじあもうちょっとないかなってなるから。<laughs> そう、なんか、そうなんだよね。<laughs> もうほら、すでに腕組んでっかね、今。<laughs>

もうねあのね喋った後のあさみさんの表情ですぐわかるから、うん、あこれないなって思って、うん、もう次に行くよね <laughs> みっちゃんさい言い始めながらさそうもうあのやめるときあるよねそう <laughs> もうこれ違うんだなって思う<それ> <laughs> あやめたって思うときある <laughs> もう長年の付き合いだからね、うん、<laughs> これ<う>頑張って説明したところで伝わらないなって思う、うん、<laughs> 顔が。<laughs> <laughs> これねってでいきなり本題に入りますが、はいうん、単書っってて形式式ととしては格式ばったものでないといけませんか、うん、それこそ自治体に提出できるようなものでないと効力がないのか、うん、あるいはパソコンでちゃっちゃと作ったものでもいいのか教えていただけませんでしょうか。うん、というのも9月23日の秋分の日にそちらにお邪魔しようと画策をしておりまして、うん、その時に直接お渡しできたらと考えています。うん、それまでに数多くの署名を集め何としてもブラ 朝田三時間放送を実現させたいのです本当にありがとうございますフェイスブックにて後日詳細をアップしますので、うん、ご覧になれるファミリーの方はぜひご協力いただければと思いますよろしくお願いいたします、うん、なんだか一ボケかますこともなく熱いメッセージになっちゃいましたがあさみさん先週お送りした過度な子守りつきの賃物件の話は考えていただけます、うん、自分で賃物件言うとる <laughs> ラリオ不動産は朝一の電話はしませんので、うん、お安心くださいすごい助かる <laughs> 本当朝一だなっていう感じですけ、ね、いやもうびっくりしたねあの時はね、うん、いやこれからーっていう <laughs> これから仕事ーっていう <laughs> いやだいぶ珍物件ですけどね <laughs> <laughs> ど,どうなんだろうかでもそんなしっかりしたもの飲んでなくても大丈夫だと思います。だ,ねうんうん、だって<よ>まあ 単眼書ってだって別に形式なものってないもんね、うん、多分なんか、うん、ちゃっちゃっと作っていただいたものもいやもう本当に皆さんそんな風に思ってくださっているいるんですねっていうのがすごく嬉しいよね <laughs> すごく嬉しいいやもう,もう本当に,本当に、うん 何としてでもしたい本当は3時間にしたいよねしたいね何とかしたいよね何とかしたいなぜひ皆さんがあのそう言っていただけるなら私たちもできる限り頑張りますので,です、ね、あの私たちからあの嘆願書が届いておりますっていうこんなにも <laughs> でもこれは多分言うどうなんでしょう 私たちがが出すいいいう郵送の方がいいのかなあ逆にね曲当てに、ね、出していただいた方が直接届くのかしらかなね<ー>まあそれかブラピンにも「お願いいたしますと」と、うん。出すかだってさなんか送られてきてたの見,、うん、見られてなかったら嫌じゃない <laughs> って思ったら一応「渡しましたよね」っていうさ、うん、そうだね。のがあった方が、うん、まあ どうなってますかって<の> <laughs> <laughs> どうなってますかって言えるみたいな言えない <laughs> <laughs> 言えませんそうか,か、ね、そうでもでも本当に嬉しいですいありがとうございますこういう風うに皆さんが思ってくださってるのは、うん、本当に嬉しいですあの多分形式はそんなに、うん あの気持ちだと思います。嘆願、はい、書は。そうだよね。うん、なので、大丈夫です。はい、もういかなる形であれ、あの。皆さんの気持ちが。思いを届けたいと私も思うし。<laughs> ね、その思いに応えたいなとも思うしね。ねうん。いや、本当に嬉しいな。いや、三時間、本当に戻したいよね。戻したい。頑張ってたね、あの頃。 頑張ってたけど三時間も二時間と同じぐらいあっという間だったからねあっという間だった、うん、もうそれでもだって読み切れなかったし読み切れなかったいやでも今こそさらに読み切れなくなる可能性もあるよねそうだね、うん、でももうだから最後の三時間目もうガンガン読むだけっていうねそうだよねコーナーもなくね <laughs> そしてラジオネームちゃんまろありがとうございますみっちゃんさん日本放送お疲れ様でした朝ごはんは栄養ドリンクでした大丈夫かそういや今回いつぞや言ってたみちこ回じゃないですかあ三一五か本当だ。ちょっと無理やりだけどね多分誰も覚えてないけど私はお祝いしますみっちゃんおめでとうそうなんだこれちゃんまろさんが考えた回でしょあ違ったっけそうな気がするそうだよね 私だけが知ってる父情熱的なくせに普段は寡黙で合理的で冷静な父は子供ながらに怖かったんですが、うん、ある日父の机から見つけちゃったんですよね世の男性がこよなく愛するという映像の入った魔法の円盤です、うん、14歳だっったたんまろショックを受けながらもこっそりと視聴見たんかい <laughs> 生まれて初めて見る大人同士の営みに子供ながらただならぬ雰囲気を察し、うん、どうしようお父さんが逮捕されると本気で泣きそうになったんです <laughs> それなのに魔法の円盤を再生期にほったらかして出てしまったちゃんまろ。ある日、父と再生期を開けた時にうっかり出てきちゃって、あ、やべえ状態 <laughs>。 <laughs> てっきり怒られると身構えていたら父は何も言わずにそっと円盤を抜き取り何食わぬ顔で最盛期を元に戻しました確か後で頼んでないのにケーキを買っってもらった気がしますあれはきっと口止め料だったんでしょうがもう17年経ったからいいかなお父さんいつもありがとう <laughs> っていうこと <laughs> そうだね無言の,無言のケーキという名の口止め料だったんだね。

じゃあお兄兄ちゃんの方ががったからなそう男兄弟がいるとね,ね,ねでもねラリオさんちみたいにね、うん、子供のところに紛れ込ませてる,人もいるからそ,そこまでのね頭は回るままだったんだね <laughs> うちの弟はねそれで私もね押し入れを受けて見つけちゃったんですけどね割とこう若い方が好きみたいな、ね <laughs> 好みが分かっちゃうのは怖いよね熟女なのか若いのかっていうのが分かっちゃうんでね <laughs> いや<ー>なるほどだも歴代のド徒とかも割と下が多いからねあやっぱねそうそう好みっていうのはあるんだろうな、うん、そしてこちらラジオネーム「夢ずきんちゃん本放送お疲れ様でしたみちこさんさらっとやさぐれましたね3回だろうが5回だろうがちゃんと読め <laughs> 最高でしたそ <laughs> <laughs> うね <laughs> <laughs> 今日がね、まあ。おっしゃる通りなんだけどね。<laughs> うん いやでも今日ちゃんと仕事してくださったからだいぶ今日はやっぱね何せ私の右手が追いつかないっていう <laughs> お口も梅どきだったねあのすごい頑張って押したんだけどね、うん、もうもう反応できなかったからが大体いいね私が激しく噛むとみっちゃんがアタフタするっていうねそう,そういう光景が音が出ない毎回あります、ね、音,が音が出ないってなるので <laughs> え話は変わってうちは家族全員そうなんですが、はい、おしゃべりが大好きで仲も良くカラオケも家族で行ったりします、うん そんななななななのののででで情報は共有していいるようなものなので知らないことがないです、うん、バックナンバーのことも初めはめめしい男だなと言っていたくせに気づけば歌は覚えている、うん、えいるしメンバーの名前も覚えあの曲のリードギターはたまんないみたいに聞き込んでいる始末最近は声優さんのラジオを聴きながら仕事していたらお気に入りの声優さんができたらしくベタ惚れです、うんうん、おかげで数名の声優さんの名前も覚ええー、声も聞き分けられるようになりアニメを見ているとこれはあの子だ よね <laughs> っていうようになりましたえーすごい、えー、水瀬いのりちゃんが好きなことを知っているのは今のところ私だけきっと妹に教えたらドン引きするだろうなっていうことね<ー> <laughs> お父さん若いなねえすごいなまあやっぱそういう好みがねどんどん新しい時代になってくるとそうだね,ね変わってくるよね私昔 あの歌番組に私の好きなアーティストが2組出てて、うん、で私あの編集してちゃんとあの保存するんですけど <laughs> あ<の>歌番組をそうなんですよ、うん、あのまず最初綺麗に1時間撮って、うん、そこから自分の好きなアーティストの部分だけをこう編集して撮ってんですけど、えーうん、それを見返してたら一緒に見てた父が「お前は男ばっかり好きだな」っていう。<laughs> そそうでしょと思って女性のアーティストがなかったそうそうもう編集しちゃってるからああもうね男の人が歌ってるのしかなかったからお前は男が好きだなってそりゃそうだろうってでも安室ちゃんも好きじゃんね安室ちゃんも好きだけどねたまたまその日はビーズとジャギャースが一緒に出てたっていう雰囲気だったんですねスペシャルって思いながらそれはもうそこにフォーカスしたよやってたら男ばっかりだなって。 <laughs> はいすいませんみたいな <laughs> そんなこと言われたことないなあんまり、まあ、でも好みといえば、うん、あのこの間初めて私米津玄師さんの PV を見たんですけど <laughs> もうね浅見さんはほんとにわかりやすいんだよ米津 <laughs> さんの顔がすごい爬虫類系なの <laughs> ドストライクなんだよねドストライクそうだね <laughs> かっっっこいいなって思った <laughs> <laughs> アイドののル名前はでもフワッとしてるけど <laughs> ボーカルのユウさ,さ,さんも好きだったんだけどヨネズさんもあかっこいいなと思ったこの間いーまあどうでもいい話なんだけど。<laughs> 長谷川弘輝さんはねすごい大好きなの。大好きでセカンドバージンね。そうもうそうだよ。どんだけすっ語ってたのよあなたここで。セカンドバージンでもかなりのブレイクだったんだけど長谷川さんはね。何の頃から私は爬虫類系が好きだって言ってたんだけどそう言い出したけど多分元から好きなんだよもっと前からおそらく好きだったね爬虫類系は。 そうだねやっぱ変わらないのかなあんまりそういう根本的なところが変わらないのかもしれないすごい爬虫類でしょねずさんってすごい爬虫類私も多分ちょい爬虫類っぽい顔が好きだけどネズさんはまあうんうんって別にまあかっこいいかなぐらいのいいよ別に好きなんだ 感じ悪いね今かっこいいんじゃないのみたいな。お前に言われたくねえよっていう。恥ずかしいんですけど。でもほら、雰囲気イケメンが私前から好きだったそう、さそう、ザイケメン先生、ジャニーズとかじゃないんだよね。なんか、あっ、かっこいいなって思って、ちゃんと見たあああ、微妙な雰囲気。 <laughs> そうだから雰囲気なんだよねでも雰囲気って大事よ大事、うん、大事だって大沢さんだって割と雰囲気イケメンだと思うよ嘘、うん、イケメンですよもちろんイケメンですけど、うんうん、でも雰囲気イケメンだと思うまあ、雰囲気は大いにあるけれど、ね、そうでしょ、うん、イケメンですよもちろん、うん、<laughs> もう何回言ってんの <laughs> <laughs> イケメンであることを何回言ってるうも雰囲気の雰囲気イケメンの方な気がするどっちかっていうとうディーンさんはもうイケメン <laughs> そうね、うん、でもディーンさんも嫌いな顔じゃないでしょディーンさんもかっこいいね、うん、いやディーンさんはかっこいいね <laughs> んやかよディーンさんちょっと違うもうなんか、うん、もうなんか、ね、お次元が違う感じ <laughs> <laughs> なんで、猫になるのかよくわかんないけど。私、同い年なんですよ。<laughs> え <laughs> すごいびっくりした。 ウディンさんはね、同い年なんです。星野源さんとだからウディンさんも同い年なんですよ。そうなんだ。そう。源さんも好きなんだよね。でも源さんは爬虫類じゃんだって。あ、ま、あそうか、そうだね。そうだよ。うん。それはそうかも。かなりまああのちょっと白いのちが爬虫類な感じ。今さ、優しい爬虫類。

<laughs> でも「<laughs> Idon't Like Mondays」の YOU が <laughs> 違うとか <laughs> でも割とは虫類系っああそうかなんか私はっきりした顔立ちっていうイメージが勝手にあったんだけどなえ見てる人違うのかなボーカル <laughs> そみたいよなようん変えた曲はすごくすごくドストライカーに好きなんですごい、ね、かっこいいよねうん別に映像じゃなくてもいいかなって思った <laughs> 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 そうだねこんな二人のどうでもいい好みの話をしてしまったけど今日ね全然話変わるけど、うん、あ足痩せのさ先生のお話あったじゃない、はい、で朝ねみんなさんね最近は足が太い女の子があのミニスカートとかを普通に履いて歩いてるよねっていう、うん、あのミニスカートとか足を出すことによって <laughs> その緊張感を持って痩せられるよっていうのはきょんきょんもおっしゃっててもっと見せた方出した方がいいっておっしゃってたけどそれってやっぱ緊張感がないとダメだよねっていう <laughs> <れ>大丈夫よ、うん、<laughs> 話をし,<う>してたんだけど、ねうん、緊張感がなく出してたら意味ないよねって, <laughs> っていう話になったらあさみさんが緊張感があるかないかはその子をちゃんと見てないと分かんない。 <laughs> 緊張感持って足を出している方だっていらっしゃる、ね、かもしれないけどでも先生曰くね、うんうん、やっぱなんか、あのー、若い子は足よりもお腹を気にするっていうのは確かにって思った。で、まあ、ちょっと年齢が上がってくると、うん、30代ぐらいとかになってくると足が気になる、うん、全体のこのねそうそうバランスを見て。うん、なんか もうお腹を隠せるようなファッションが割と三十代ぐらいになってくると多くなるけど足はどうしてもやっぱ隠せないからっていうので確かにって思ったね気づいてないけど選んでるもんねやっぱそだって私もこれ今日着てるのだいぶお腹を隠れている感じですよ私もあんまり人の方と言えないけどまあテロとしたね二人ともテロっテロテロとしたあの雰囲気の服装ですよテロリズだね今日テロリね